このスバ。クリエイトウォーター。水撒いてるだけじゃない、遊んでるの？こうやって敵の動きを封じるんだよ。フリーズ。あ、モンスターたちの足元の地面が凍って。うわ、モンスターの動きを封じましたね。ベルディアの時に使った戦法だな。やるじゃないかカズマ。でもなんか私たちの足元の地面まで凍ってない？あったたたたた。ちょっとカズマ、これじゃこっちも動けないわよ。大丈夫、こんな風に滑るように移動するのよ。スイスイ。スケート感覚かよ。アクアって本当に器用ね。ああ、もっと向いてる仕事がたくさんありそうだよな。続いてはクリエイトアース。さらにこいつをお見舞いだ。ウィンドブレース。すごいです、砂ぼこりが吹き上がって目くらましに。おいカズマ、先ほどと同じく私たちまで巻き込んでるぞ。それともわざとか。味方の危険を微塵も顧みないとは相変わらずの下道だな。お前たちならこれぐらい平気だろ。動きは止めたし、メグミン、とどめは任せた。ええ、受けたまわりました。我がまとめて吹き飛ばしましょう。エクスプロージョン。はい、報酬は山分けね。5人だと楽なクエストだったな。ええ、爆裂魔法が打てたので私は満足です。けどやっぱりカズマはすごいわね。初級魔法を駆使していろんな効果を。ん？これってさっきカズマが言ってた忍者の戦い方じゃない？これからは忍者と名乗ってみるか。忍者なんてこの世界で馴染みのない職業を名乗っても浮くだけよ。確かに、やめておくか。それにアクアたちをフォローするためにも初級冒険者の方がスキルの使い勝手もいいかもな。そうね、その方がカズマには合ってるわ。私にもダストたちがいるし、あいつらのためにもウィザードの力は必要よね。ああ、一瞬私も転職考えたけど、やっぱりウィザードを続けようかな。私らしくね。このスバ。私の手を取ってください。私がリードしますから。